トールなのです。皆さんは夢持ってますか？僕はですね、最近持ちました。まあ、その夢というのがですね、ハンバーグあるじゃないですか。あのハンバーグを切った時にトゥレーみたいなね、滝のように溢れてくるあの汁、あれがもう止めどなく溢れてきてほしいっていうのが最近の夢でありまして、そんな僕の夢をスン君に託そうかなと思いまして、今回はですね、ハンバーグの肉汁が止めどなく溢れてくる時をやりたいと思います。まあ、やり方なんですけども、まず机に穴を開けますと、で皿にも穴を開けて、で管を下から通してハンバーグにプチッと刺すと、でそっからその管をの先には俺がいて、一生懸命グー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 汁をね、あの送り込むと口で、本当はね、なんか空気を送るやつとかあったらいいかもしれないんですけども、あいにく俺にはね、そんなような技術はございません。というわけで、メイキットマッシュボウィズカーカス。はい、というわけで開けていこう。もうこっから DIY。 お前はちょっと今来るな、危ないから、危ないから、これ来い。誰か来た。お前何来てんだ。お前今ちょうど雨がいい感じやんでるんで来ました。今ずっとサブチャンネル撮ってんだよ。どうなってんですか。じゃあどっかで編集しておきます。というわけでちょっとね、ターゲットが一変来ちゃったんですけど、多分これは見られてない。やろう、いきます。3、2、1。すいません。ステップ2、こちら、この管をですね、この穴に通していく。あ、全然普通に通るやんこれ。はい、というわけでステップ3は次、お皿に穴をね、開けますよ。これ怖っ。なんかこう、マスクとかした方がいいかもしれん、これ。もしや。ね、宗教チックになってますけど、まあ気にしないでください、これは。完全に十分配慮でね、やってるんで。こっちとらね。3、2、1。あー硬い、硬いよ。今からですね、こっちの方に穴を開けていきたいと思います。いくぞ。花尾チャンネル。というわけでできました。こちらが肉汁ダラダラハンバーグでございます。僕はあそこに座るんで、あそこからね、こうピューっと送ってきて、最後にこういってこういってここに繋がってるというね、そういう井戸端会議になっております。ホエーのお時間です。ツイッターで今めちゃくちゃ話題のですね、あのムカデ違います。何でしたっけ。こちらにですね、何をそんなビビるんお前。花尾さんが料理じゃあ、ハンバーグ食べてもいいよ。あ、ありがとうございます。ハンバーグの前でどれだけ粘れるか選手権。粘れるか。いや、普通待ちきれないじゃないですか。まあ、まあまあそうですね。それ耐久動画です。あ、耐久動画。待て待てです。待て待て待てが入ってます。ハウス。え、動いた。そう、じゃあ僕はこれ生きてるのかなと思いました。じゃあそろそろ食べてみます。じゃあまずちょこっと切ってみよう。こんな出ます。
んな出るもんすか。そんな溢れてるの。すごい、そのパスワード。中にボタンでも入ってんの。なんで？さ、たまごっち？たまごっち？たまごっち？どういうこと？サイズ感的に入ってそうみたいな。食べれますこれ。一旦食べてみます。さすがにコンビニないから。うまい？うん、普通に美味しい。ちょっと冷めてますけど。じゃあ次もうちょっと端攻めてみる。ちょっとマジか端。に。いや いや吸ってるって。やっぱなんか喋ってみたいよっかね。会話してよそいつと。君は今どんな気持ちなんだい。ナイフとフォークを持った人間に目の前にするぞ。うわっ。怒ってんな。満足してますね。怒ってますね。あー表面張力だ。あー怖っ。すえ やばないそれ。いやいや、キモいよ。というわけでハンバーグの肉汁が一生溢れるドッキリでした。いやいや、これは分からん。発想の出所がわけわかんないですね。